ステーション。ここで僕たち東方神起からのお知らせです。東方神起の僕ユーションとジェジュンのニューシングルジェジュン&ユーション from 東方神起カラスメロディー&ハーモニー9月30日リリースです。この曲はですね、ハローキティ誕生35周年記念イメージソングになってます。曲を聴いた感想をどんどん送ってください。よろしくお願いします。お願いします。そしてこの番組では、皆さんからのメッセージたくさんお待ちしてます。メッセージは番組のホームページから、アドレスは www.jfn.co.jp/toho www.jfn.co.jp/toho。 トースペルは TOHO です。番組ホームページには収録受けの写真も載せてますので、ぜひ覗いてみてください。東方神起ビギステーション、韓国語でなんて You know。 さあここからは韓国語でなんて You know、 はいのコーナー。このコーナーはタイトルの通り、この日本語韓国語でなんて言うのというみんなの質問に僕たち東方神起が答えていくコーナーです。韓国語講座ですね。はい、今日もたくさんのメッセージが来てます。本当にありがとうございま す。じゃあジュースからお願いします。ラジオネームトンタです。はい、東方のみんな、あんにょん。今日一人で電車に乗っていったら、はい、韓国の方に日本語で話しかけられました。普通に話していたら突然その人に、ところであなたは日本人ですかと言われました。はいと答えたら、顔が日本人っぽくないねと返されました。そこで質問、私は日本人ですって韓国語でなんて言うのと言ってくれましたけど、まあこれはすぐ答えましょう。私は日本人です。はい、저는일본인이에요。저는일본인이에요。なんか聞きづらいんだよね、ちょっと声がね、やっぱ저는일본인이에요。いいんじゃないですか。もう一回最後にもうゆっくりお願いします。私は日本人、カリスマバージョン。私は日本人です。韓国語では저는日本人입니다。やっぱ聞きづらいですね。じゃあ次はチャミお願いします。じゃあチャミお願いします。行きます。ラジオネームユキさん、ユキさん、はい、私は今年になって東方神起のファンになりました。おう、きっかけはテレビで歌っている皆さんの中にゆちゃんとてもかっこいい人がいたんです。いや絶対それはチャンミンでした。え、どこ、え、マジ、ほんとほんとほんと、いやそれはチャンミンでした。いやそれはチャンミンでした。いやそれからハマっちゃって、今ではみんな大大大大好きです。なんでもっと早く東方神起と、はい、ではなかったんだろうと後悔してます。はい、そこで質問です。はい、韓国語で後悔するってなんて言うの。後悔する、あんまり答えたくないですね。あ、チャンミンが好きになって後悔するっていう話っていう、いやいやいや、そっちじゃなくて、なんで、そういうこと、もうちょっと早く、東方神起のこと、ジューズの声は後悔する声。あ、そのじゃあチャンミンお願いします。後悔する、これですね、韓国語でフェアだ、후회하다ですね。後悔あんまりしない方がいいですね。いや、純粋の強くと、チャンの強く、結構ギャップが。チャンは日本人입니다。チャンミンは結構本当になんか先生みたいな感じですね。なんか授業もらってる感じ。そんなに強くないよ。じゃあこれ、じゃあ純粋がもう一回教えてください。후회하다。後悔を。後悔する。ふえはだ。まあ完璧だな。まあいいですね。はい、じゃあ僕いきます。はいはい、ラジオネームココナグ、ココナグ、ココナグ T42 大好きです。歌詞を大切に大切に歌っていて、とてもじゃあとても心が温かくなって胸がいっぱいになりました。チャンミンとてもかっこいいです。え、最後の方があんまり、いや質問は最後に、じゃあ手をつなごう、つなごう、韓国語でなんて言うの、手をつなごうですよ。
手をつなごう、はい、足をつなごう、頭をつなごう。手をつなごだけ言ってください。じゃあお願いします。손을잡자。손을잡자。おー、でも売るっていらないですよ。손잡자。いやだって手をっておがうるじゃないですか。でも韓国語はおってそんなに上司ってなくてもいい。そのまま通訳するとそれでお前はダメだよ。ネイティブで손을잡자って言うの、손잡자って言うんじゃないですか。え、僕は손을잡자って言うんです。すみませんでした。そうですね、普通に손잡자って言うんですよね。そうですね、손잡자、손잡자。はい、ここまででした。はい、では今日はここまでです。今日の韓国語でなんて言うのどうでしたか。今日紹介した韓国語ぜひ使ってみてください。それでは東方神起ピギステーション、今日のラストナンバーいきたいと思います。じゃあ東方神起で T42。 Yeah, you know、I love you. You want me to try? 東方神起ピギステーション、東方神起ピギステーション、そろそろお別れの時間となりました。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしてます。答えて欲しいの、韓国語でなんて言うの、東方神起、そして恋愛シチュエーション Loving You、 各コーナーへのメッセージをお待ちしてますよ。送り先はこちらまで。番組ホームページ www.jfn.co.jp/東方、www.jfn.co.jp/東方からメールのところをクリックです。東方のスペルは T-O-H-O です。メッセージ送ってくださいね。ですね、はい、今気づいたんですけど、はい、純粋の、 番組ホームページ紹介やったあんまりやらないですよね。理解、あ、神秘主義者です僕は。なんか発音ができないですけど、英語の。いや全然問題ない。理解やってみてください。www.jfn.co.jp/東方。すごいじゃないですか。いいですね。そう、はい、わかりました。今日どうでしたか、お二人とも。楽しかったですね。ちゃんは今までもこれからもキスを一回もやらないことだってすごく、うん、ファンの皆さんには今日本当になんか後悔したと思うので、そのままでずっといてください。はい、純粋あれだったよね、 90% のうざいと、うざいと、うざい。その僕は 10% の中にダメだな、お前、入ってることなんですよ。その問題自体がダメだよ。はい、それでは今回はここまでです。はい、また次回お会いしましょう。お相手は東方神起ゆうちゃんとチュースとチャンミンでした。さよなら。